アレックス、現場に着いたぞ。なんかいる？スパミュがいるが、あいつらが誘拐の犯人か？爆発した、違うみたいだ。一人の時に誘拐されるらしいから、スパミュより頭のいい連中かも。怪しいのは、この建物くらいか。うわ、なんだ？マーフィーたちと出会った時を思い出すな。マキネ、無事？殺されかけたがな。どこだここ。おい、地面が動いてるぞ。何それ？私にもわからん。うん、こっちが動いてるのか。線路の上を進んでる？線路？あ、線路に沿ってるな。じゃあ電車かも。電車？とりあえず高速でどこかに連れて行かれてるってこと。やべえじゃん、どうすんだ。荷物も取られてるし。運転してるやつがいるから、そいつをなんとかしよう。倒せばいいわけだな。装備をよこせい。ガードからの、テイ。あ、落ちた。アレックス、電車ってのは落ちたのが上から降ってくるのか？それは不思議現象。不思議ならしょうがないな。お、銃あるじゃん。残量に気をつけてね。おいおいおい、なんでデスクローがいるんだ。弾切れかよ。え、何してんの？行った。あいつここ来れないじゃん。武器あるかもしれないから倒しといて。お前な、バットでなんとかなるもんなのか。あ、落ちた。結構長いぞ。なかなか大きな電車だね。なんでこんなのがあるのが知られてないんだ。なんでだろう、幽霊電車とか。怖いこと言うなよ。弾切れだし近づかないとな、うん、あ、引っかかった。おるやんけ。テイ、テイ、なんかプロペラ音がするぞ。ベルチバードが来てるわ。あれ、これ突っ込んできてない？すり抜けたわ。不思議。インパーソナル、just you or me。 お、いたいた。もう上にはおらんぞ。放射能がやばいんだけど、どうすんのこれ。放射能を避けて進んで。無理だわ、一本見。突っ切るか。いていていて、動けない動けない。急いで急いで。急いでるんだってこっちも。死ぬ死ぬ死ぬ。ここか。うーわ、なんかのアトラクションかよ。楽しそうだね。命がかかってなかったらな。あっ、What the hell was that? またレーダーか。あれ、ここぶつかるか。やばやばやば。あっ、ぶねえな。もう
テイ。頑丈だな、お前。うわ、どこなんだここ。どんな景色？でっかい谷だわ。テンパインズのとこみたいな。いや、それより全然高い。いいもん見つけた。何その音、新しい武器？チェーンソーだな。やった、誘拐された甲斐があったね。帰ってきてから言ってくれ。この八尾具合、もう死んでるな。落ちたのか？おう、ぬかランチャー。うお、なんだ。おい、電車が途中で切れたぞ。なんてこった。あっち乗ってたら降りれてたかもな。よっと。おう、いいもん落ちてんじゃん。なになに？ミサイルランチャーだな。なんだ、興味すぐなくなるじゃん。中は静かだな。いるじゃねえか。外は聞こえてないのか？テイ。クソ、狭くて隠れる場所が。邪魔をするなよ。逃げられないのはそっちもだ。この女だけ他と違うな。なんだこの銃。なになに？スタンガンらしいぞ。おほ、やったね。動きを封じるらしい。強い。まだまだ続いてるみたいだな。他にも戦ってるやつがいるか？さっきのベルチバードみたいな。プロペラ音は聞こえないが、こっちを見てないなら好都合だわ。腕が飛んだか？楽にしてやろう。なんだありゃ、車が並走してるぞ。燃焼を狙ってるのかも。確かに、こんだけいっぱい運べるのは欲しいかもな。運転がうますぎて狙い放題だわ。ガンナー、パワーアーマーまで持ってきてるぞ。本気で奪いに来たのかもね。並走できるなら、もっと前に行きゃいいのに。屋根があるから動けてないな、あいつ。飛び移るしかないのか。まだまだいるぞ。ふう、また飛び移らんといけんか。おい、この距離でミサイルぶっ放すな。あれは水か？ちょっと高いな。うへ、だっけ。行くしかないか。頑張って。軽く言いやがって。帰ったらスタンガン撃ってやる。テイ。こんにちは、死ね。また、扉があるぞ。ユニーク武器持ってる人いるかも。
あれ、ここの奴らは襲ってこないぞ。はい。だからといって殺さないことはない。動くと当たらないだろう。これはメモリーラウンジ。うわ、いいんじゃん。でい、こいつがここのボスか。何を見てたんだ。綺麗な部屋だ。なんだ、見たことないぞ、こんな綺麗なの。うわ、なんだこりゃ。実際の映像なのか。マキネー、どうだった？よくわかんなかったわ。またなんかやり合ってるぞ。誘拐した奴らに反逆されたか？また落ちた。なんでこいつ死なないんだ。Yes? 敵ではないのか。あの線使えそうだな。おーおーおお、いった。何これ、どういう状況。よくわかんねえから全員殺すか。おい、なんでグールがいるんだ。放射能あったし変異しちゃったのかな。なんだここ、高い建物がたくさんだ。でい、地面見えないわ。ずいぶん高いとこなんだね。めちゃくちゃ遠くまで連れてこられた気がする。こいつがグールを操ってたのか。何か持ってる。持ってないわ。なんだ。ここの奴らも不用心だ。
妙に汚れてんな。レーバーが住んでたのかな。止まった。どっかに着いたらしい。どこだここ。 What the fuck was that? コンバットゾーンに人が集められてるんだけど、誘拐の目的はそれかな。手間がかかることやってんな。テイ、ぬかグレネードばっかりかよ。なんだこいつら、動かないぞ。アキレス腱切られて動けないのかな。戦わせたいのに何してんだ。何見てんだこら。なんだこのガキ。武器？いや、ガキ。生きてるみたいだから持ってってみるか。また電車か。もしかして戻ってきてる？あ、そういうこと？デイ？デイ？やばいの来そうな扉だ。やっぱり狭すぎてこっちまで届いてないじゃないか。ヌカランチャーはこの時のため。邪魔だ、タレッコども。いっぱい溜め込んでるな。武器ある。あ、これ私のだ。新しいのないの。ないな。ん、これはアレックス、喜べあったぞ。おほ、やったやった。ショットガンっぽい火炎放射かな。今更タレットは弱いんじゃないか。おお、一番前か。うん、どこだ。お前が一番偉いやつか。みんな死んだから実質一番。これで動かせるのか。あとは元の場所まで戻るだけかな。早く帰ってきて。ヘイパオ、お前はなんだ。話せないのか。アレックスより静かでいいかもな。ひどい。ジョーク言えたらいいぞ。面白い絵描きだ。おかえり。武器見せて武器。ほらよ、どうだ。あばばばば、しびれる。たまんない。喜ぶから仕返しになりゃしないわ。どうもどうも、ゆかりさんです。というわけで、今回はトレインという MOD でした。
1時間くらいで終わっちゃうと書かれてましたが、いろんなアトラクションが詰め込まれた良質な MOD でしたね。ユニーク武器もあってアレックスも大満足でしょう。次回はまた別のクエストになりますね。というわけでコメント返信です。ありがたきこと山のごとし。あれってやり続けたら確率上がるんですね。新事実。フュージョンシティとかあるから多少はね。ネイトはなぜか足をよく引きずってましたね。キングは威嚇モーションもないから強いんですよね。あまり活躍はできなかったネイト、すまぬ。動物が地雷を認識するとは思わないじゃない。まあ、人の方が引っかかる世界だけども。実は、シンレクスフォードホテルは旧ホテルと別なんですよね。旧ホテルは出入り口のない状態で世界に存在してます。もともと住んでいる人はそっちにいますね。切り取ったら厳しい顔になってしまった。アレックスは善意です、善意。どうあってもあんなに激しい戦闘は起きないはずなんですよね。コーサーってあんまり戦う機会がないから知りませんでした。バニラで活躍の機会はあるのかな？インスト突入の時くらい？コーサーは防御力が必要だと思うんですよね。今回はここまでですね。次の MOD は結構長くなるかも。お楽しみに。